では3日目となりました。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ご存じの通り RNA シークです。お手元に資料あるかと思いますけれども、はい、ファストQファイルを、手に入れて、公開データ取得と書いてありますけれども、手に入れてで、QC をしてマッピングをして、で発現定量ですねをするという流れになります。で、解析の流れは、この後も出てきますけれども、RNA シークは皆さんご存知だと思います。昨日、RNA シークをやろうとしている、もしくはやっている方は半分以上を占めていたので分かっているとは思うんですけれども、発現メッセンジャー RNA の発現を定量すると。でリファレンスがある生物種であれば、基地の遺伝子、基地のゲノム配列にマッピングして、で、遺伝子情報、アノテーション情報と合わせて、どの遺伝子がどれくらい発現したか、発現量があるかというのが分かると。新規転写産物も場合によってはもちろん分かると。で、スプライスバリエーションも分かる。で、マイクロアレイですと、スプライスバリエーションとか、新規の転写産物はほぼ見つかりませんけれども、ゼダシーケーサーであれば、そういったものを見つかると。こういったところが特徴かなと思います。本日は、遺伝子構造を同定するって書いてありますけれども、発現量を同定するとをやります。で、リファレンスがない生物種の場合ですね、例えば昆虫とか植物とか、哺乳類でもそうだと思いますけれども、リファレンス配列のない、アノテーションのない生物種であれば、やはり発現量を見るというよりは、配列をつなぎ合わせてアセンブリングして、転写産物の前兆を、把握して、でそういう、配列をリファレンス的なものを作って、それに対してマッピングして発現定量すると、そういった形になるかなと思います。もしくは、近い生物種のゲノムにマッピングすると、そういうことが行われます。で、発現定量の方ですね、ですが、一般的な流れがこちらです。ファストQファイルから、ポリエテール、ポリエポリティテールを除去します。だいたい RNA シークのキャプチャーキットは、ポリエで釣ってくるとかだと思います。その前にリボゼロで、リボソーマル RNA を捨てたりとかはすると思うんですけども。で、ポリエポリティテールを除去して、コンピューテーショナルにはこれをやって、で、クリーニングをして、で、トップハットでマッピングすると。で、トップハットのマッピングは裏で膨大2が動いてますね。膨大2が今は動いてます。で、スプライシングジャンクションを検出して、で、それに対して、バムファイルと、ベッドファイル等々が出来上がります。で、その結果に対して、カフリンクスというソフトウェアをかけます。で、カフリンクスの中には、カフマージとか、カフコンペアとか、カフディフとか、いくつかソフトウェアが入ってますけれども、カフリンクスをかけると。で、FPKM を算出します。で、出た後に、我々も R に通しまして、カマーバンドとか、そういう R のパッケージを使って、全体の発現量を見たり、個々のヒートマップを描いたり、ジーンオントロジー解析をしたり、パスウェイ解析したり、もろもろあります。後半は、カフリンクスで FPKM 算出までは我々が、私がやって、で、その先は門田先生が、講義してくださいます。はい、で、この流れ、全部やると結構な量ですし、混乱のもとなので、一部ですかね、代表的なものを抜粋してやります。で、RNA シーク解析でできることでありますけれども、当然発現定量と比較はできますよね。で、新規転写産物や新規のスプライシングバリエーションが分かると。で、マイクロアレイと比較すると、こういったことが分かると。で、新規転写産物は融合遺伝子検出が可と書いてありますが、融合遺伝子検出は結構難しくて、そういう専用ソフトありますけれども、検出感度は低いですね。デフューズとかトップハットフュージョンとかいくつかありますけれども、検出感度は
高くないですね。で SNV スモールインデルも検出かと書いてありますが、まあ、もちろん見つかることもあるんですけれども偽陽性も多いなというのが一つと、あとは、まあ、父方お父さん由来とお母さん由来の染色体の片側方だけが発現していることも多々あるので、ホモザイゴートなスニップは SNV は見つからないことがあります。片側アリルだけが発現しているってことがありえますので、多系検出無可ですがゲノムでの検出ほどではないです。はい、はい、ないですね。で父由来母由来どっちが発現しているかみたいなことも実はこの技術を使うと分かります。なのでエピジェネティックなどっちが、インプリンティングというんでしょうかね、発現しなくなってて、どっちが発現するようになっているかということも多系情報を使って分かったりもします。はい、ですかね。で次にですね、あこちら側にも出しましょうか。よいしょ、すみません。いいよ。はい、データの取得なんですけれども、昨日と同じですね。取得します。NCBI からビルド 3.1 を落としていきます。RNA 用のトップハット用の、ファイルも公開されていまして、はい、ダウンロードできます。で、まあ書いてあるんですけど、ファストのみではなくインデックスファイルとか遺伝子情報ファイルも、同時に落とせると。で、昨日と同じなんですけれども、まあこれは昨日と同じなのでいいかなと思います。はい、落とすと、これがあると。で、ここからはやっていただきたいです。その前もそういう意味では必要かもしれませんけれども、セレビシエのフォルダーにディレクトリに行っていただきまして、膨大2のインデックスファイルを確認してください。今回はこちらのインデックスを使用します。ないってことはないと思うんですけど、はい、どこかというと、デスクトップアメリフセルビシエフォルダの中にこの5つのフォルダがあったと思います。昨日はこの BWA インデックスというフォルダ内を使いましたが今日は膨大2インデックスの方を使います。膨大2インデックスディレクトリの中にこれらのファイルがあることが分かります。で、膨大2も BWA と同じ でインデックスファイルを作っておかないとマッピングができないと。かつ、パッと見リバース配列側のインデックスがあったりとか、そんな風に見えますね。よいしょ。本当ですね。あ、ないですね。あ、すみません。ここがミスプリント。
でした。このシークエンスという文字列は存在しないです。すみません、ピオンになってない。あ、なるほど、ここにオンにしてからですね、出ます。このシークエンスという文字列は間違いです。存在しません。ここは存在、ここは存在しないので、あの、無視してください。で、これで準備が完了しましたので、次にですね、公開データをダウンロードします。公開データの場所は、よいしょ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 、あの、前回も見たと思いますが、 DDBJ の DRA ですね。で、サーチから選びます。よいしょ、これぐらいまで大きくしましょうかね。はい、で、あの、 DDBJ のこのホームページの見方はあまり、ちゃんとご説明してなかったんですけれども、このアクセッションに入れていただければ見つかるんですが、どれくらいのデータがすでに登録されているかっていうのがここにあります。スタディ数としてはホモサピエンスが一番多いですね。次がマウスですね。はい、この3つ目って何ですかね。ポプラスなんとか、ご存知の方います？いますよね、絶対これだけ人がいれば。この3つ目何ですか。皆さんシャイですね。ポプラ？あ、そうなんですか。トリコか。へえ。メラノガスターよりもたくさんスタディがあるってすごいですね。何か国家プロジェクトでも走ってるんですかね。はい、でもあんまり見ないですよね、ドロソフィラメラノガスター。私学生時代はメラノガスドロソフィラやってたので、症状バイやってたので、まあ分かると。で、ソイルメタゲノムですよね。土壌細菌層ですか。で、アラビドプシスですよね。ダメージは、はい、まあ、シーエレガンス、センチュですね。で、コウですね。で、マリーンメタゲノムですね。なので DDBJ にはこういうメタゲノムとかバクテリアも結構登録されてるなということがまあ分かります。で、まあ、バクテリアなのでホールゲノムシーケンスが当然圧倒的多数ですよね。真ん中のスタディタイプで、まあ、2番目はアザーですけど、やっぱり3番目にトランスクリプトームアナリシスが入ってきてます。はい、で、まあ、メタゲノムも当然あって、5が空白ですね。で、6番がポピュレーションジェノミクス、なエクソームとかに近いと思いますけど、まあ、8番にはエクソームありますが、はい、で、キャンサーとかあります。なので、あの、皆さんが、ご研究されているテーマに近いテーマの公開データを、シーケンサーを回して何十万円何百万円かける前にテストデータが手に入るので、ぜひテストデータをダウンロードしていただいて解析してみたい、していただきたいなと思います。まあ、先行論文のデータも大体公開されていると思うので、やってみてください。で、ガンもですね、あの、昨日、一昨日かな？のランチの時に、あの、ガンをテーマにしたんだけども、公開データがほとんどなくて困ってるっていうお話もいただいたんですが、実はよく探せばちょっとあります。ちょっとあります。はい、ちょっとあるので、あの、頑張って探してみてください。はい。はい、もしくは共同研究先を見つけてゲットするのが一番ですね。はい、で、我々もあのがんのデータはなかなか手に入らないので、とある
もう言っちゃっていいんだよな、公開してるので、以前徳島大学の先生と共同研究で、ホールゲノムの、胃がんのデータを数サンプル分お預かりして、正常細胞とがんの細胞ですねお預かりしてデータ解析したことがあります。それがデリーを使って1週間サーバー分回したっていう話なんですけども、はい、やりましたね。1サンプルで1週間丸々変わっちゃうので結構しんどいですけども、はい、こともやりました。まあ公開がされてますねというお話、ちょっと脱線してますけども、はい、元論文ですか。なるほど。そのアクセション番号をパブメドで検索したら出てこないですかね。ドッグキャンサーとかありますね。ホモサピエンスのキャンサーゲノムで、例えば。あ、ですね、サブミッションはおそらく、まあ文字通りなんですけど、データベースに登録するってことですよね。で、1回のサブミッションでスタディ10回分っていうことはありえますよね。はい、ということじゃないかなと思います。もしくはスタディ1個だけどもサブミッションを2回に分けてやったこともあるかもしれませんね。で、この辺りを見てみますと、そうですね、せっかくなのでデモデータを使って解析をお試しができるというのがいいことなので、 ERA か、E で始まってるとヨーロッパ製です。 S で始まってるとアメリカで、 D で始まってると日本ですね。このID の頭文字で全部意味があって、 X は2文字目が何だっけな、3文字目はまあ見ての通りエクスペリメントが X で、スタディが P で、ランが R ですよね。3文字目、1文字目が研究機関ですね、登録されてる最初に登録された研究機関、 E がヨーロッパ、 D が日本の GDBJ、 S がアメリカの NCBI ですね。3文字目がこのタイプですね。で、例えば、あ、できましたか、こういう ERR ホニャララみたいなのをパメドで検索すると、そうですよね、きっと出ますよね。こういうふうにガンであれば出そうな気がしますね。パブメド、ありゃ、これは出てないですね。はい、まあ、うまいこと探せば当たるかなと。スタディの方があるかもしれませんね。こちらの方が、この辺りはあんまり私も詳しくないですが、スタディの方のアクセッションだと、あ、これも出ないか、お、出ないか、はい、どうやるんでしょうね。どの ID を検索したら出ましたか。あ、なるほど、解雇ゲノムのスタディで、あ、スタディの方で検索したら出ましたか。はい、ちなみにこれ公開されてますね。これガンですよね。ペアードエンドジェノミックシーケンスオブザ PE セルラインズって書いてますね。がんのデータがあまり公開されてないなっていう話ですけど、いきなりあったかもしれませんね。お、お、はい、
GA2X ですね、シーケンサーが結構古いデータですね。はい、イルミナのゲノムアナライザー 2X、まあ、イルミナが買収する前のソレクサが作ったシーケンサーですね。もうイルミナになったのかな、 2X は、はいはい、こういうのもあるとよよよ、はい。で、まあ、今回のは、繰り返クリアします。で、アクセッション番号に SRR518891 と入れていただいて検索しますと、はい、出てきましたね。結果が出ました。で、まあ、詳細見たい場合にはこのエクスペリメントポチッとやりますと、テレビ CA で、トランスクリプトオミックでペアードエンドでハイセック2000で読んだということがわかります。で、上のファスト Q ファイルをポチッとやるとここにファイルが500メガぐらいありますね。結構でかいですね。解凍すると4倍から5倍に膨らむので 2.5 ギガぐらいになるかなと思います。で、例によってあのサブセットです、あのお手元にあるデータはもちろんですけども、はい、ここからダウンロードという形に今クリックしたらファスト Q のフォルダが出て、右クリックで URL をコピーして wget-c でダウンロードしてください。500メガもあるのでやっぱり Windows で Windows やマックでポチよりもあの Linux 用で wget の方がいいと思います。はい、まあ、ここに書いてあると先ほど読み上げたペアードエンドで転写産物でテレビシーでと、うん、いうところですね。はい、まあ、ハイセック2000でというふうにシーケンサーも結構大事な情報になるかと思います。あとコンボの場合 株名ですかね、株名もきっと大事なんだと思います。はい、いっぱいあるので、で、まあ、ダウンロードは右クリックするとこの URL になってました、まあ、ご存知だと思いますけど念のためやりますね、マウスオーバーして右クリックしてリンクアドレスをコピーですよね。で貼り付けると、右クリックしてこれですかね、リンクアドレスをコピーですね、はい、押してください。で wget で落とします。まあ、2つともですね落としまして、で banzip2 で回答しまして、また4000行1000リード分抽出してファイルが出来上がったと。はい、という流れになります。ラン
ランの情報を見ると何リードあったか出ると思うんですね。これですね、スポット数が900万スポットですね。だから900万900万あります。ペアードエンドで935万リードずつありますね。なので両方合わせると1963万リードあって、1リード100円機なので100倍すると、ナンバーオブベーシーズになると、はい、となりますね。はい、これですね。そうなると、これ結構、まあ、900万行あるうちのわずか4000行だけ使った、あ、じゃないわ、リード差が1000リードか。935万リードあるうちのわずか1000リードだけ今回は使うということです。9350倍のデータ量があるわけですので、 CPU 計算時間もこれが1秒で終わったとしたら9350秒かかるわけですよね、はい、それぐらいヘビーな解析になります。で、あとですね、バーチャルマシン の特徴としまして、昨日もご質問であったかもしれませんが、バーチャルマシンでどこまで解析できるかというお話があったと思うんですが、バーチャルマシンの特性上ハードディスクに書き込むっていうのを、まあ、処理が、まあ、次世代 CK さんの場合解析すると当然ハードディスクに書き出しますよね、ファイルを。で、書き出す処理をすると一回メモリーに、ホスト側のメモリーに書き加えられます。で、タイミングを見てハードディスクに書き出すっていう処理をやります。つまり1ギガのファイルを、まあ、バムファイルとかが出るとメモリに1回1ギガがガンって確保されます。でハードディスクに書き出されるので、おそらくあっという間にメモリがパンパンになります。ハードディスクのサイズと同じメモリ量が必要ってことなので、現実的には次世代CKSのデータ解析はできないのが現状です、はい、なので、まあ、ちっちゃいファイルで出力も小さなファイルサイズしか出ないのであれば1回メモリに書き出してからハードディスクに書き出すっていう処理が問題なく起こるんですけれども、5ギガぐらいのファイルがガンと出るような処理をすると、その5ギガを1回メモリに入れるのでそこでメモリが溢れてだいたい落ちます。下手するとホスト側の Windows や Mac も落ちますとか、やりました、私試しにやってみて落ちることを確認したので、まあ壊れたりはしないのでやったらいいんですけれども、はい、時間は取られますので、はい、そうなりました。で、サブセットでやると、1000リードのサブセットを用意したと。で、皆さんお手元にのフォルダーに、この SRR518891 の RNN のデータがあることを確認してください。アメリエフォルダーの直下にあります。昨日 1K の ERR のゲノムを見たと思いますが同じ場所ですね。はい、ここを PWD しておきますね。デスクトップの中にあるアメリエフというフォルダの中に、いらないのを捨てておきましょうかね、光源とか。この2つですね。SRR518891。だってこれぐらいのサイズ、340キロバイトぐらいですね。はい、これを使っていますが、昨日はこのリシックっていうフォルダ作りましたよね。リシーケースの仕事はこの中で全部やるためにリシックっていうフォルダ作ったと思います。今日も RNA シックっていうフォルダを作りたいと思います。で、この中で MKDIR スペース RNA シークですね。
というふうにまず作ってください。作業用のディレクトリーをで、ファスト QC をかけましょう。極力この手元の左のスライドを見ずにファスト QC をかけてみてください。オプション覚えてますか？アウトプットのフォルダ指定とディレクトリ指定とファイルフォーマットの F 指定は必須で、ノーグループを入れてみてもいいかもしれませんね。はい、実際に打ってみてください。でこのファスト QC ですけれども、もし、バーチャルマシンに CPU のコアを2個割り当てている方がいれば -t で2とやると2個の CPU を使って2個のファイルを並行して処理するので、ほぼ2倍の速さで処理が終わります。私のこの環境は CPU1 個割り当てたので、マシンのセッティングの、なんだっけ、システムのプロセッサーかで見ると CPU1 個になってるので、無理なんですけども。-t でスレッズですね。で、実行しますと、処理が終わりました。この RNSEEK フォルダの中に、ZIP ファイルが2個と、FastQC の結果のフォルダが2個出来上がっていると思います。お手元のスライドではコマンドラインで Firefox 起動してますけども、このブラウザー側でファイルのエクスプローラーとは言わないと思いますが、
マウス操作でちょっと見てみますね。で、ファス QC リポート HTML を開いてみます。ここまで FastQC の結果を、ブラウザで表示するところまで、来ていますでしょうか。うまくいかないという方、遠慮なく挙手をお願いします。大丈夫そうですか。はい、昨日の FastQC の結果とこの RNA シークのファスト QC の結果が結構違うなという印象を持たれたんじゃないかなと思います。というのも左側のサマリでも×ばっかりですね。昨日は結構丸ばっかりだったと思いますけども、で実際見ていきますと、このパワーベースクオリティスシークエンスクオリティが結構悪いですね。特に5ダッシュ単もクオリティが下がってますね。で、3ダッシュ単はもちろん。で、ノーグループでやってるので、すべての塩基が、ボックスプロットが描かれてます。で、ですね、このあたり、この86塩基目からは、中央値がもう下に張り付いてますよね。中央値が20を下回るのはもうここですね、この塩基。82塩基目より3ダッシュ側は中央値の時点でクオリティバリュー20を下回っていると、そういうデータになります。あまり綺麗とは言えないデータですね。で、見ていきますと、クオリティバリューの分布ですね、37にピークがあるんですけれども、低いクオリティバリューが2とかもかなりたくさん出ていることが分かります。低いクオリティバリューの塩基も結構あるということが分かります。ハイセック2000でやっても RNA ですとどうしてもこういう結果になります。昨日のゲノムとはだいぶ違うと思います。なので昨日のゲノムが標準というわけではなくて、 RNA シークの結果は大体こういう感じになります。これちょっと汚い方かもしれませんけれども、でも昨日のゲノムほどには RNA の結果はきれいにはなりません。で、続けて見ていきますね。ここでなんで汚かったのかなっていう一部の理由が分かります。はい、 ACGT の割合のグラフです。1塩基目は1塩基目は青ばっかり、ちなみに青は C ですね。2塩基目は 100% 緑 A ですね。3塩基目は青ですね。4塩基目が赤、5塩基目黒いうのかな、あ、G か、G。6、7塩基目まであると。最初の数文字、7文字が、すべて同じ配列になっているということが分かりました。まあ、当然 GC コンテンツもおかしくなりますし、分布もそうですし、N、1塩基目の N がちょっと多いですね。それ以外の N はそんなのでもないですね。長さは全部105で、重複レベルはまあ大丈夫そうですね。で、よくいわゆるアダプターっぽいやつが入ってるわけじゃないと。けど、見ていただくと分かるんですが、ポリ T とかポリ A が結構います。ポリ A とかポリ T が結構
入っていることが分かります。でこのケーマーコンテントも同じですね。はい、というわけでまず最初の7塩基分、これはアダプター混入っぽいなということが分かります。全て同じ配列ですからね。で実際のところを見てみようかなと思いますと、レスでこのよいしょファイルを開いて見てみました。レスでこのファイルを見てみると、一つ目のリードは NACTGTT、 二つ目のリードも NACTGTT、 三つ目CACDGTT、 5つ目 NACTGTT というふうに、まあ一文字目 N になっちゃってる場合もありますが、まあ同じ配列ですよね。でこれどう考えてもダメだよねということは一目瞭然だと思いますので、これはトリミングが必須だなということが分かります。ちょん切ると。でポリエとポリ T もあったので、これもちょん切る必要があるなということもまあ分かったと思います。はい、RNA-seq の場合には公開されているデータでもこういったものが結構あるんですね。はい、はい、でそのあたりをお手元のスライドでも見ていきたいと思います。はい、まあ、QC しましたと。で、最初の1塩基で、コリティスコアが悪いのがすごくありますし、ポリエ T のテールが存在することも分かりましたねと。で、まあ、原理上、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、どうしても混入してしまうらしいです。ケミカル上も実験上もしょうがないというふうに聞いてます。で、最初の塩基を削除したいのでトリミングするんですが、ファスト X トリマーというコマンドが入っています。ファスト X ツールキットの中にいるコマンドの一つなんですけれども、ファスト X トリマー、これファスト X っていうのはファスト A、ファスタ形式とファスト Q、両方どっちにも対応しているよという意味です。ファスト X の意味ですね。X っていうのはファスタファイルもファスト Q ファイルもどっちも対応しているという意味です。のトリマー、トリミングする。ソフトです。これを使います。で、お手元の資料には最初の1塩基削除って書いてあるんですが、このデータはどう見ても最初の7塩基削除すべきだなと思いますので、7塩基捨てようと思ってます。はい、そこはデータを見ながら臨機応変に変えていいと思います。で、まあ、次のページに実際のコマンド書いてあるんですけども、オプションだけ確認します。先に後でコマンド打ちますけれども、オプションだけ確認します。優勢字を、まあ、ヘルプ打つと後で打っていただきますけれども、優勢字が出まして H とか F とか L とか T とか M とか ZVIO それぞれのオプションがありまして、まあ、I と O はインプットとアウトプットで分かりやすいですよね。 H もヘルプなのでいいですよね。
で F っていうオプションがどの塩基から残すかっていう意味ですね。ファースト塩基1ってやったら5ダッシュ側はトリミングしないっていう意味ですね。2とやったら1塩基トリミングして2塩基目から使うっていう意味ですね。なので今回7塩基トリミングして8塩基目から使うので F8 ってやると思います。というソフトです。実際にあのヘルプを見てみましょう。ファスト X いっぱいあるな。トリマーの 5H、マイ H と F はいいとして L がラストベース2キープですね、はい、ファーストベース2キープとラストベース2キープですね。で、まあ、デフォルトは当然最後の塩基だよと。でこれもどこまで捨てるかどこまで残すかはあのケースバイケースなんですけれども発現量を見たいので私はごっそり切っちゃってもいいんじゃないかなと思ってます。でこれはあのいろいろ変えてみて やるっていうのも手なんですけども、先ほどの、まあ、クオリティが低いからといって必ず捨てなければいけないってわけではないかもしれませんが、まあ、一つ の指標の、まあ、指標の一つとしてクオリティバリューが20を下回る中央値で20を下回る塩基以降は、まあ、捨てちまおうかなと思います、はい、発現量に大差ないので三大主端側捨てたとしても発現量に大きな差は出て来ないと思いますので捨ててしまおうと思います。このデータが汚いあのリードが汚いので、でここの塩基がちょうど中央値20ドンピシャか下回ってるかぐらいですね。でこの塩基番号は何番かと言いますと82番ですね、はい、82番は残そうかな、はい、82番はまで残そうと思います。という指標で今はやろうと思いました。となると具体的に打つコマンドはどうなるかといいますと、L が82ですよね。ラストベースキープですよね。でトリム N ヌクロチドフロムザエンドオブザリードか、まあこれは F と L 使うのでいらないですね、はい、でまあミニマムレングスも T じゃないのでいらないですね、はい、で実行してみます。RNA シークのホルダーに入ってからやります。ファスト X トリマーで、-F は私は8にします。お手元の資料通り2にやっても もちろん問題はありません。お任せします。数字は、まあ、結果のリード数とか変わってきちゃいますけど、マッピング結果変わってきちゃいますけど、まあデモンストレーションなのでいいかなと。で -L が私は今回は82でやってみようと思います。何でやったからこう正解とか間違いとかっていうことは基本はないので大丈夫です。でインプットが、1個上のディレクトリにあるこの S ホニャララで始まる1番目のファイルと、はい、でアウトプットが -O が、ここの場所にアンダースコア S にしてますね。アンダースコア S ドットファースト Q と、はい、で Q33 はなくても
予測してくれるようでしたね、はい、なくても今このバージョンは動くようですね。なので9大文字933はあえて打たないで実行しました。問題なさそうです。そうするとこれですね、ファーストキーファイルが出来上がりました。286770バイトですね。最初ごめん、最初のファイルがどれくらいの容量だったかは上の1個上のフォルダーのこのファイルを LL すると分かるんですが、346キロバイトぐらいですね。それが286キロバイトぐらいになったと、はい、まあ、最初7文字と後ろ20文字近く削ったので、まあ、それぐらいになりますよね、はい、で、トリミングは本当にうまくいったかどうかを確認してみたいと思います。今できたこのファイルを見てみます。レスで見てみます。はい、まあ、どうやらちゃんと頭も尻尾もちょん切れて、最初この辺は AACAA とか始まってますし、次は CCADGG って始まってますし、次は GGCGG GTTT とか、まあ、全部違いますよね。始まりの文字列が配列が、まあ、どうやら良さそうだとけど、まだ問題もありまして、こういう、なんて言うんでしょうか、一つ目のリードの真ん中に、やたら A が並んでるのが入ってたりとか、やたら T が並んでたりとか、A が並んでたりとかします。結局こういうのってマッピングできないんですけれども、まあ、ある程度こうトリミングはしていこうかなと思います。アダプター、まあ、ポリ A、ポリ T を除去しておこうかなと思います。で、どれくらいこのポリ A とかポリ T が含まれているかを確認しておこうと思います。お手元のスライドでは、グレップで末端に A が5個連なっているのがいくつあるかっていうグレップのコマンドがあります。これを打ってみてください。全部で1000リードあるんですけども、1000リード中どれくらい含まれているか、1,2,3,4,5 で行末記号のドルですね。はい、そうすると結果違いますね。56個あります。3ダッシュ単を82塩基目までで切り落としてるので、それでだと思います。お手元の資料にはグレップで検索してパイプで WCL してますけれども、グレップには -C っていうカウントコマン、カウントオプションがあるので、じゃあそれを使いました。ちょっと上でやりますね。こういうふうにグレップ -C っていうカウントオプションってありまして、いくつか分かるんです。普通にご存知の通りグレップすると結果が出ますよね。でその結果を WC で数えるっていうのがお手元の資料ですけれども、まああえて出す必要がなければ、数えたいだけであれば -C をすれば数え上げてくれます。まあ入ってそうだねと。で、ここでファスト X クリッパーというのを使おうと思います。
で、ハイフン H でヘルプ、結構長いですね、ヘルプが。で、まあ、H はいいとして A がアダプターストリングスです。で、L が、短くなりすぎたら、アダプターを除去すると当然配列が短くなりますが、短くなりすぎたらそのリードは捨てるっていう基準ですね。デフォルトイズ5って書いてありますけど、ですね、マッパーの性能的に20塩基とかないとマッピングできないので、普通これは L は20とか30とかそこそこ大きい数字にします。まあ、いろいろオプションありますけれども、今回使うのは、まあ、もちろん A はアダプターポリ A なのでこれ捨てます。で、それだけですね。それをやりたいと思います。で、この後に出てくるんですけれども、そうそう、先にこちらを説明した方がいいと思うのでご紹介しますと、今ファスト X クリッパーをご紹介してますけれども、ポリエテールの除去はプリンセックというソフトが一番いいです。あのスライドにもプリンセックいいよって書いてあると思いますけど、下の方に、プリンセックなど各シーケンスのポリ AT の数に合わせてできるソフトもありますと書いてありますね。なので我々は実務的にもプリンセックを使ってます。ファストエクスクリッパーはあくまで、まあ、一番入ってますし最初からシンプルな使い勝手なので、今回ご紹介してますけれども、実務上はプリンセックがおすすめ。ただしインストールちょびっと苦労するかもしれません。この各シークエンスのポリエティの数に合わせて各リード、まあ、各リードですね。そうです、はい、各リードの A が5個あるのか10個あるのかに合わせてちゃんと最適な数字でということは、特にそれに関するオプションとしてはペーゼクの場合はする必要はないということ、はい、ポリエポリティテール除去っていう命令だけでざっと出てくれます。で、ポリエポリティテールはプリンセックを使いまして、でいわゆるアダプター配列ですねが入っている場合はカットアダプトというソフトを我々は使っています。元々の資料の27ページなんですけれども、応用編という形でご紹介してますが、今左のスライドにも出してるんですけども、カットアダプトが一番、複数のアダプターを1回のコマンドで同時に指定できたりとかします。で、まあ、例えばこういう20文字15文字ぐらいのアダプターの何塩基マッチしたらアダプターと認識で捨てるかとか、そういう何塩基マッチみたいなのも定義できます。 M で、まあ、短くなったものを破棄とか、いろいろなマッチ力の最小値か オプションかで、指定できたりとか、結構いろいろ便利なのでカットアダプトを使います。いくつかのアダプター除去ソフト、この タグクリーナーとかいろいろ使ってみたんですが、でベンチマーク取ってみたんですが、タグクリーナーは捨てすぎちゃうなと。でファスト X クリッパーはあまり捨ててくれないなと。カットアダプトがちょうどいい捨て具合だったんですね。で使い勝手もいいということで、我々はカットアダプトをずっと使ってます。プリンセックとカットアダプト両方使ってます。ご参考までに使ってみてください。で、まあ、簡易版としてファスト X クリッパーで A が5文字連なっていればそれをクリッピング、まあ、クリッピングはリードごと捨てるという意味じゃなくて、リード内のその領域だけを捨てるという意味ですね。その後ろ側全部捨てるという意味でもなくて、ごっそり A ポリ A の5つだけを抜き去る形になります。それがクリッピングの定義です。で、ファスト X ク
リッパーで、ハイフン A で、12345と。ハイフン I で、インプットファイル。ですね。1の S ですね。で、アウトプットは、ハイフン O で、1K ホニャララの1の、S の、ノーテイルって書いてありますね。ノーテイル。まあ、名前はもちろん任意でいいんですけれども、ノーテイル .fastq というふうにしています。で、Q33 オプションはなくても動くので大丈夫です。で、実際に出来上がったファイルを見てみます。そうすると、元のファスト Q にポリ A、まあ、A が5個連なっているものをクリッピングした結果のファイルがここにあって、サイズが、まあ、ちょびっとだけ減ってますよね。158バイトだけ減ってます。で、というのもポリ A の5個連なっているのは、数えたら50何個かしかなかったですよね。だからあの50何個が捨てられたということだったと思います。まあ、末端に限らないので、中間にあっても捨ててますから、もうちょっと減ってるかもしれませんが、まあ、そういうことですね。スクリッパーは中くらいにこうごっそりと手とかがあっても取ってくる、はい、取ってくれます。はい、3段下のところに限らず真ん中にあっても来てくれます。ただ A の長さを考慮してくれません。この5個しか取ってきてないです。10個あったら2回やってくれるかもしれませんが、8個あったら8延期ならつなさら1回しか削ってくれないので3延期残っちゃいますよね。で、リードごと除去ではない。リードごと除去ではないです。はい。あ、その例えば A が5だったら、その部分だけを抜き出してでスライドされ されますよね。はい。フィルターは捨てるですよね。トリミングは末端から刈り込みですよね。クリッピングは中をスポッと抜くっていう感じですね。はい。っていう言葉の定義のようです。はい、あ、次にお願いします。確認なんですけども、はい、じゃあ今の作業は A5 個をアダプターとして指定して抜いてるんで、今おっしゃられたように後ろのものも真ん中のものも抜けちゃうってことですよね。はい、読み分けとかずれてしまうんで、ずれます。に問題はないでしょう。発現定量なので読み訳はあまり関係なくてですね、ある遺伝子のメッセンジャー RNA の分子が、まあ、リードが何本あったかを数えることを今後やるので、抜いてしまっても問題ないと思うんですが、リードごと捨ててしまうと発現量がちょっとずれてしまう可能性はありますけど、そうすると、まあ真ん中辺で抜けているようなものは、ま、マップされない可能性が、はい、されない可能性が高いです。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、だって RNA-seq のマップ率は 70% ぐらいなので、3割はマップされません。数百万リードはあったとしてもですね。はい、どうぞお願いします。今ファーストクリッパーかけたんですけど、はい、真ん中の方の A、ポリ A 並んでるので、はい、残っちゃってますか。5延期分減ってませんか。減ってない感じですか。ちょっとわからないんです。わからないんですけど、今のレスで見てみて、一番最初出てるのを見ると、はい、最初のそのショートリードの長さがみんなに同じ長さで残ってるので、おそらくそれだけ1回抜いてるってことはないんです。ないですか。後ろの末端に今見る限り A が残ってるのはない。ああ、除去されてますか。あ、そうなんですか。見えるような。なるほど。意図通り動いてないですね。後ろだけ。ファスト Q キット系のなんか、ウメさんの連載の中にも確か書いてたかと思うんですけど、思い通りなんか動いてないような傾向があるんですね。思い通りに動いてない。まあ、ですけど、結論としては山口先生がおっしゃるように、そのクリッパーとかじゃなくてプリンセックとか使っていれば、まあ問題ないという、はい、そういうことでいいんじゃないですかね。はい。
はい、あの、まあ、パーソエクス、はい、クリッパーはあまり捨ててくれないので使わなかったという結論を出したので、あの、はい、ゴニョゴニョな結論ですけれども、はい、そうでした。あともう一つ確認なんですけども、はい、今あのアダプターをカットしたり後ろのポリエテールをカットしたりしてるんですけども、あの配列は、まあ、それだけ短くなっていってるんですけど、あのその中を見ますと、そのアットマークの後ろにこういろいろ情報が書いてあって、はい、一番最後にレングスっていうところが15になってるんです、はい、その長さは元の長さから変わらないまま表示されている。はい、それはあくまでシーケンサーが出した名前なので、もうこれは変わらない情報です。それは今の配列の情報を表しているというより、元のショートリーの、まあ、名前みたいなものだと思います。はい、はい、そうです。元の名前です。で、アット以降っていうのは文字列があってスペースが1個入ってますよね。で、スペースの前までがそのリードの ID になります。スペースより後ろはあくまで情報で、シーケンサーが出した情報っていう形になります。はい。他にご質問ありますか？後ろの方、大丈夫ですかね？はい、お願いします。今、あの質問で、ノーテールをレスで買う、カウントレスで買うと、54人、56から54人ですかね。あれ僕のパソコン上です。なるほど。私もカウントしてみます。これですよね。これの、本当ですね。56が50になっただけですね。ダメですね、このソフト。まあでも結論変わらないですよね。山口先生言った通りにやればいいです。2個しか削れてないってどうなんでしょうね。はい。しかも末端がですよね。これ逆に末端じゃないとどうなるか、もう見させてください。これ中間に含んでる場合ですよね。370個。待てよ。C ではなくて、一つのリードに複数あった場合に二重カウントをしてる可能性があるかもしれないので、WC で入れます。あ、してないのか。大丈夫だ。はい。まあ、真ん中も含めて A が5個連なってるのは370個あるということが分かりました。で、きれいにしたはずの、これをやりますと5個減ってますね。ということはさっきの2個と比べると3個やっぱり余分に捨ててるので、真ん中にポリエがあったやつも3個は捨ててるようです。でもダメダメな結論ですね、これは。やっぱりファストエクスクリッパーでアダプター A が5個っていうふうに指定してるので、基本はこの370とかじゃなくてほぼ0になってないといけないはずですよね。はい、あれっていう結論ですが、このソースにカットアダプト入ってないんですよね、多分。カットはないですね、やっぱり。あのバイオリナックスにカットアダプトが入ってないので、試せませんが。リンセックも入ってないですね、やっぱり。はい。まあ、必要そうだなということは理解していただけたかと思います。で、アダプター除去は意外と、あの難しいというか、ソフトが、はい、いいソフトを選ばなきゃいけないなということが分かっていただけたかなと思います。で、気を取り直して QC もう1ステップやりたいと思います。今度はクオリティでトリミングするっていう処理です。一番最初に、ファクスト X クリッパーじゃないや、クリッパーでごっそり頭と後ろ捨てちゃいましたけども、そうは言ってもさらにサンダーシュタンのクオリティバリューが低い塩基を刈り込んでいきたいと思います。これはゲノムの時にもやるべきだったんですけども、あのゲノムの時には端折りましたが、 RNA のここではやりたいと思います。で、24ページ目のスライドなんですけれども、これこの処理をしたらお昼にしたいと思います。クオリティの低い、リード、まあ、延期を除外ですね、厳密に言うと。サンダーシュタンからクオリティバリューが20未満の延期をトリミングしまして、でもし、まあ、刈り込んでいくので、短くなりすぎたら、30延期未満になったら、リード自体を捨てます。かつ、昨日やった、
クオリティバリュー20以上が 80% 以上ないリードはやっぱり捨てるということをします。はい、2段構えで解析します。クリーニングします。で、最初にやることはクオリティトリマーで3ダッシュ単から見てクオリティバリューが20未満の塩基を刈り込んでいくと、これをやると。で、その後の結果に対してさらに、残った リードの塩基のクオリティバリューが20以上が8割以上ないと、8割以上あれば残すと、それ以外は捨てると。だからクオリティトリマーとクオリティフィルターを同時にかけます。で、順番はクオリティトリマーが先です。で、これ逆でやっちゃうとおかしくなります。逆でやるとおかしくなることは想像に難くないと思うんですが、もし、とても長くてクオリティが悪い塩基が3打者に並んでた場合、8割って結構厳しい基準なので、実際にPGM の 4PGM のデータ400塩基ぐらい出ますけれども、やはり3打者はクオリティバリューが低くて、わざと低めに出してるんですけども、あれはで低くて、先にクオリティフィルターやっちゃうと400塩基のうちの8割がクオリティバリュー20以上なきゃいけないっていうのは結構厳しい条件なので、ほぼ全部なくなっちゃいました。でも先にクオリティトリマーをやって3ダッシュ単からクオリティバリューが低い塩基を刈り込んでいってからフィルターかければ、当然ほとんど残ると。なのでやる順番は大事です。で、これをやります。はい、覚醒器がありますか。2つ持っていて、これ3ダッシュ単から20未満の電気トリミングで、さっき、ファストエクストリマーで実際やったんですね。ファストエクストリマーはごっそり18塩基ザクッとクオリティに関係なしに切り捨てました。はい、で切り、はい、さらにクオリティ1で切ります。というのも中央値が20になってたので、中央値ということは残り半分はまだクオリティバリューが20以下のものが82塩基面も残ってるわけですよね。そういったものは刈り込んでいくと。またはい、ありがとうございます。で、もうちょっと突っ込んで言いますと、刈り込んでいくんですけども、ある塩基だけたまたまクオリティバリューが21で、で隣の塩基5ダッシュ側の隣の塩基がまた18とかになっている場合ってあると思うんですよね。時々20をポコッと超えている場合があると思います。でも隣の塩基は20未満ということあると思います。なので1塩基単位で見るんじゃなくて、本当は枠3塩基ぐらいの平均値で見なければいけないと思います。クオリティバリューのこう刈り込んでいく、どこまで刈り込むかは。で、ファスト級クオリティトリマーはその機能がないですが、昨日ご紹介しましたトリモマティックはそれやってくれます。枠で数塩基の枠でクオリティバリューが低い塊をトリミングしてくれますので、はい、トリモマティック推しです。はい、はい、シンプルなので、これはシンプルにやるにはいいんですけども、で昔トリモマティックっていう存在しなかったのでこれでやるしかなかったんですが、今はトリモマティックっていう便利なソフトがあるのでそれがおすすめです。こちらで基本をやっとくとトリモマティックもすぐ使えるようになると思うので、こちらをご紹介してます。で、これをやってください。もうコピペでやってください。93、はい、お願いします。先ほど質問された内容をもうちょっとわからなかったし、もしたいんですけども、はい、プリンセプを使えば、真ん中の A、ポリエールというか A が並んでいるのも除去されるということなんですけども、はい、それっていうのはそのシークエンスによっては、この真ん中の A が例えば5つあったりしてポコポコ抜かれると、先生のおっしゃるように今発電量見たいとしても、このシークエンスショートリードをアライメント貼り付けるときに、うん、それがあることによっていろいろとこの貼り付く場所が複数箇所になったりとかっていう事態が生じくると思うんですけども、それはやるのは割と普通なんでしょうか。そうですね、普通にやってますね。で、問題が起こったという話は聞いたことがなくて、おそらく誤差の範囲で収まるからだと思います。それはリードスローをたくさん
ん呼んでるからそっちでカバーできるだろう。はい、はい。じゃあまあそういうもうポリエが並んでるっていう配列があって、しかも自分にとって結構重要な遺伝子だっていうのが分かってる時には、ちょっとそのトリミングの段階で割と工夫はした方がいい。もしかしたら、はい、そうですね。あともう一つなんですが、真ん中にそのポリエが並んでしまってるっていうのは、このシーケンスの仕組み上どういう原理なんでしょう。いや、大体端っこにあると思います、はい、理屈上は、はい、あの三田下側にあるというのがもちろんだと思うんですが、正しいポリエなのかもしれませんし、あの、まあ、何かしらの混入でタンデムにつながっちゃってるのかもしれませんし、あの原因は分からないです。私は、はい、あの CK さん会社さんに聞いていただくのが一番いいかもしれません。はい、ありがとうございます。はい、でただ全体 の、 その数百万リードの中のごくごく一部ではあるので、まあマッピングされませんし問題はないと思います。で、このクオリティトリマーをやるんですが、私もタイプミスしそうなので、コマンドのよ、はい、スケールですね。はい、そうすると、で最後にクリーン .fastq というのが出来上がりました。あ、見えてない、すみません。はい、で、このクリーンというのが出来上がりました。でサイズも、このノーテイル2866から2026ぐらいまで減ってるので、まあ、こんなもんかなと、だいぶごっそりちょん切って捨てたなというイメージがあります。で、WC-L で、で最初のファイルはあの、合ってるのかな、場所は合ってるな、1の S のノーテールの行数は、まあ、4000行ですよね。あの捨ててはリードを捨ててはいないのでですよね。で、このクリーンになったものはどれくらい減ってるかと言いますと、2940行、4で割ると728700リードぐらいですかね。はい、700リード余りに減りました。20数%減りましたね。ちょっと減りすぎな気もしますけど、でもまあこんなもんかもしれませんね。はい、でこのデータを使って、まあファスト QC かけたりとかやっていきます。まあ後でご覧いただきますけれども、ファスト QC やるとビフォーアフターすごいですよ、違いが。まあ、次のスライドにありますけどね、クリーニング前と後かなり変わります。で、午後はファスト QC を実行するところから始めたいと思います。はい、では、午後の、講義っていうんでしょうかね、セッションを始めたいと思います。クリーニング後のデータが出来上がっていると思います。行数カウントすると2940行ですね、4000行から2940行まで1000行以上、250リード以上捨てたということですね。で、ビフォーアフターを見ようと思います。ファスト QC をこのクリーニング済みのファスト Q ファイルに対しても実施してみてください。お手元のスライドで言うと25ページですね。左側の、スクリーンにも出ていますけれども、ファスト QC を、クリーニング後のファスト Q ファイルに対しても実施してみてください。それで、
比較してみてください。両方とも出して、前回ビフォーの方もノーグループでやったので、アフターのこれもクリーニングのファイルもノーグループで私はやってみたいと思います。で -O のアウトプットディレクトリは今いる場所カレントディレクトリなので特に指定しないで平気です。 RNSSEC フォルダの中で今作業しているので、これをポチッと実行しますと出来上がったと。ファースト QC かけられたでしょうか。出来上がると、この1KSR518891 アンダースコア1アンダースコアクリーンアンダースコアファースト Q というフォルダーと ZIP ができたと思います。これを、Firefox コマンドでやるのがいいんですが、手を抜いてマウス操作で、クリーンをこっちか、リポート HTML を開いてみたいと思います。はい、まず5ダッシュ端側を見ますと、はい、ちょっと並べてみたんですが、並べてというか、はい、今真ん中のスクリーンにあります。これがクリーニング前のパーベースシークエンスクオリティですね。まあ、先ほど最初に見たものですね。で、これがアフターです。はい。だいぶクオリティバリューのボックスプロットが上に貼り付いてますね。もう一度見ますね。これがビフォーで、こっちがアフターと。はい。もうちょっと全体を俯瞰するために縮小してみます。縮小して少し見やすくしました、これがビフォーで次はアフターですね。75延期目が最長になってはいますが、まあクオリティバリューの分布は大幅に改善されたことが、これがビフォーですね、こっちがアフターですね、大幅に改善されたことが一目瞭然かと思います。で、各リードがどれくらいになったか、ベーシックスタティスティックスも見ておきたいと思います。最初はまあ覚えてると思いますが、1000リードで105延期で GC コンテンツが 38% でしたが、クリーニング後は735リードで、シークエンスレングスは30から75の間で、 GC コンテンツは 36% です。で、他の項目も見ていきます。クオリティバリューの分布は極端に低いものは当然なくなってますね、はい、39にピークがあると、クオリティバリュー39にピークが出ました。で ACGT の割合もまあまあおおむねこんなもんかなという、若干ガタガタしてますが、まあ、こんなもんかなという気がします。
はい、GC コンテントも同じですね。で、GC コンテントの統計的な分布がちょっとずれてしまっている、積分布からはだいぶずれていますね。で、 N はまあほとんどなくて、長さの分布はまあ75塩基の長さのものがまあ大半であるということが分かります。長さの分布を見ると、75塩基のリドが大半であるということも分かります。で、重複もほぼなくなりまして、で、オーバーリプレゼンテッド、まあちょっと高頻度に見られるリードですね。まだポリエとかポリティがいますね。まだポリエこの辺とかポリティがいますか。まあマッピングされないのでもったいないですけれども、このリード失うのはまあいいかなと思います。これだいぶありますね、はい。まあ、で、ケーマーコンテントはもっともっと下の方に、ね、ありますね。この辺がケーマーコンテントですね、はい。で、RNA-seq の場合はこの下2つはこういうふうにだいたい綺麗なデータでもこうなります、はい。まあ、プリンセクとか、カットアダプトを使ってクリーニングするともうちょっときれいにはなりますけれども、どうしてもガタガタになるのは仕方がない面はあります、はい。ゲノムの時ほどきれいにはなりません、はい。で、スライドの方に乗りますと、左側がクリーニング前で右側クリーン後ですよね。クオリティバリューのボックスプロットが改善されたと。で、やはりサンプルとか調整方法とかシーケンサーの特徴に合わせてクリーニングは、適時変えていく必要があると思います、はい。我々も受託でデータ解析やっていますと、どんなサンプルでどんなふうに調整してどのシーケンサーで読んだかっていうのをヒアリングして、で実際に生のデータを見て、あ、これはこういうクリーニングをしようという方向性を立てて、で実際にクリーニングしてデータ解析するという形をとってます。で、データ解析した結果ノイズがとても多いとか偽陽性がとても多いなと思ったらクリーニングを厳しくするとか、マッピングを厳しくするとか、そういう手心を加えると言いましょうかね、調整してます。で、このあたりがおそらく職人技でバイオインフォマティシャンの存在価値と言いましょうか、やっぱ専任でやらないとなかなかノウハウは蓄積しないところだとは思います。で、もちろんウェットの知識があってなおかつバイオインフォマティクスできるというのが最高だと思います。こういう実際の実験データ生データを扱う場合はですね、そう思っています。で、これは先ほどもご紹介しましたがカットアダプトというソフトとプリンセックというソフトがおすすめですよというご紹介です。で、ようやくマッピングに入ります。ようやくマッピングに入ります。あと90分ほどで、マッピングして発言量まで終わらないといけないので駆け足ではないですけども、はい、しっかりやっていきたいと思います。で、トップハットというコマンドがあります。で、-H とか入れなくてもですねポチッとやるとヘルプが出ますのでトップハットと打ってみてください、うん。ヘルプがすごく長いヘルプがわーっと出たと思います。で、トップハットのバージョンが
これにはバージョンがすぐには出ないですね。V。バイオリナックスに入っているトップアートのバージョン 2.0.13 です。-V でやると出ますけど、2.0.13 が入っているバージョンですが、今トップアートのホームページ見ますと、2.1.0 が6月29日にリリースされていて、こちらが最新版のようです。まあ、どうせ使うなら、これから使う方は、最新版の 2.1.0 を使ってください。ラボでやる場合ですね。で、まあ、今からトップハットをコマンドを叩くんですけれども、まあ、まずは打っていただきたいのでやっていただくんですが、やはりパラメータいろいろ選べるのでヘルプを見たり、このトップハットのホームページの右側にゲッティングスターテッドとかマニュアルとかありますので、ここを、参照していただきたいなと思います。インストールクイックスタートですね、このあたりを見ると、まあ、防体2か防体1を入れて、セットアップしてくださいねと。で、トップハット、プリコンパイルドバイナリーリリースってありますが、Linux 版を落とせばもうすぐ使えます。コンパイルしなくても使えるので、そちらを落とせばいいかなと。やり方がここに書いてある。書いてあります。まあ、コンパイルももちろんできますけど。はい。で、実行してくださいと書いてありますね。で、下の方に行きますと、プレペアリングのデータとかですかね。はい。で、まあ、マニュアルとか。で、インデックス&アノテーションっていう、トップハットの、この右側に、ホーム、ゲッティングサーテッド、マニュアルの次に、インデックス&アノテーションダウンロードってあります。こちらに、はい、ダウンロード用のファイルもあります。人と、マウスと、ラットと牛とカニスって何ですかねガルスガルスニワトリと症状黄色症状バイとアラビとシーエレガンスとテレビシエですね、はい、があります。代表的な生物種はここでも用意されていて落として使えます。はい。で、よいしょ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 、はい、まず、基本的な使い方優勢順を見ていただきたいです。トップハットっていうコマンドの後に、まあ、オプションを入れて防体のインデックスを指定します。で、次にリードワンツーワンツーですね、指定します。で、クオルスっていうのは、クオリティファイルが別に用意されている場合はこれを使うんですが、今はあまり使うことないと思いますね、はい、はい。で、次にですね、あ、書き方をお伝えしますね。今回は1個のシングルエンド的に使いまして1サンプルしか、やらないですが、ペアードエンドの場合にはファイル2個書きます。で、まあ、バージョン O はアウトプットですよね。で、防体1、マッパーに防体1を使いたい場合には防体1オプションがありますね。はい、で、どれぐらいのミスマッチ許すかとか、こういうとこ書いてあります。で、論文書かれる際にマテメソにトップハットのデフォルトで実行したよみたいなことがよく書いてあると思います。もしくはデフォルトに加えて、ここのオプションだけこの数字に変えたみたいなのが論文のマテリアル&メソッドに書いてあると思うので、皆さんが論文、マテメソを書く際にはおそらくそういうことを書かなきゃいけないんじゃないかなと思います。はい、で、実際にやっていただくんですが、左、まあ、スライド28ページ目にはですね、ハイフン大文字の G オプションを入れます。入れていただきます。 G オプションはですね、どこに書いてあるかといいますと、遺伝子アノテーション情報を
考慮して、スプライシングの、マッピングを行うというようなオプションです。これかここにありますね、-G のオプション、まあ -GTF って書いてもいいんですが、でファイルネームに選ぶと、GTF ファイルとか GFF ファイルを定義できます。この GTF とか GFF っていうのは、遺伝子メッセンジャー RNA のエクソンの、ポジション情報が書かれたファイルです。はい、エクソン1部がどこからどこまで、2部がどこからどこまで、3がどこからどこまでっていうふうにベッドファイル的に書かれています。はい、で、もう一点注意していただきたいというかチェックしていただきたいのが、まあ、お手元の資料に書いてあるんですが、小文字の G オプションですね。小文字の G オプションは何をするかといいますと、資料に書いてありますが、マルチヒットを 何箇所まで許すか、あ、ここだった、マックスマルチヒッツってなってますね。はい、でこれ初期値が20になってます。結構多いです。はい、結構多いです。ただまあ遺伝子なのでファミリーの遺伝子もありますし、似通った配列も当然ありますので、1とか2では少なすぎるとは思っていますが、多すぎても過剰に、計算してしまうので、要は重複にカウントしてしまうんですよね、一つのリード。なので多すぎてもいけないし、少なすぎてもいけない微妙なさじ加減で、なんか発現量の結果がちょっとおかしいとかそういうことがあれば、ここをいじったりはします。我々が、実務上やるときはですね。で実際にコマンドを打つわけですが、この、まあ、基本はコピペしていただくんですけれども、少し構造がややこしいので簡単に解説させていただきます。まあ、トップハットっていう命令はいいとして、-O でアウトプットの、ディレクトリー名にプレフィックスになります。はい、このフォルダが出来上がって中に複数のファイルが出来上がります。バムとかベッドとかですね。で -G は先ほどお伝えした通りマルチヒットで、 N がなんだっけ、 N が大文字の N がですね、ミスマッチ、許容するミスマッチの数で2っていうふうに初期値がなってますが、これを 3じゃない10にしてますね。まあ初期値の2でもいいと思いますけども、緩くしてます。これは緩めにしてます。で、リードエディットディストっていうオプションも入れてます。これで初期値2なんですが、注意してます。これどういう意味ですか、リードエディットリスト。すみません、わかりません、私、すみません。基本、なぜ入れてるかと言いますと、Google 先生に聞きまして、ベストプラクティス的なトップハットかフリンクスの流れの、推奨コマンドリストみたいなのがネット上に転がっていて、で結構指定されていたんですね。で、社内で RNA に一番詳しい服部を中心に相談してオプションを決めてるんですけれども、基本オプションを決めてるんですけど、私知りません、ごめんなさい。はい、でリードギャップレングスはまあギャップがどれくらい許すかですね。直視2になってますが、これ10にしてますね。かなり緩めというか、当たりやすくしてます。
でまずは初期値で実行するのが一番いいかもしれません。こういうギャップとかどこまで許容するかみたいなものは、まずは初期値で、デフォルトで実行していただいて、必要に応じてパラメータ変えていくと。で、まあ、感度分析的なことを試行錯誤しながら感度分析的なことをして、お手元のデータに最適なパラメータを一回決めれば、あとは全サンプルを同じパラメータで回すことになると思います。で、まあ、オプションがこう並んでいまして、で、まあ、最初にオプションを書くので、でここまでがオプションで、次に、膨大のインデックスですね。でホーム、まあ、アメリエフ、デスクトップアメリエフ、セルビシエ、膨大インデックスでゲノムで、このあとゲノムドット1とか2とかレブとかだったと思います。覚えてますかね。この膨大インデックスの中身ゲノムドットホニャララだったと思うんですが、そのゲノムまでです。書くのはドット1とか2とかは書かないです。はい、ゲノムまでですね。これ引っかかりやすいと言いますか、知らないと指定しづらいと思うので、ゲノムまでです。膨大2インデックスの、まあ、中身 LL で見たと思いますけど、ゲノムドット1とか2とか3、4とレブ1とレブ2でしたね。それがあったのでゲノムまで書くと。で次、まあ、スペース入れて、次が、ゼロファイルです。はい、でですね、あ、出てないよ。トップハットのホームページ上のマニュアルページ、右上にマニュアルってありましたよね。マニュアルページを今開いてまして、マニュアルページ開いてまして、まあ、トップハットは何ぞやとかいろいろ書いてあるんですが、この事前に準備していなきゃいけないっていうのが、膨大2インデックスっていう膨大2のインデックスファイルありましたよね。あれはここに膨大2ビルドっていうコマンドを実行してインデックスファイルを作ってあったわけです。まあ、公開データで事前にあった作られていたんですけど、もし手持ちのファストキューファスタファイルリファレンスファイルに対して作るときには、これを膨大2ビルドというコマンドで作ったりします。でトップハットのインストール方法がこの後書かれていまして、はい、書かれていまして、で使い方、まあ、ユーセージがここに上にありますが、実際の使ったコマンドの例がこれです。これです。はい、でペアードエンドをやるときには、まあ、PE READ1FQGZでスペースがあって、2番目の方のリードです。でカンマがあってシングルエンドリーズドットファもありますが、カンマ区切りで複数指定できます。はい、スペース区切りだと、ペアードエンドの片方とも反対側になりますが、カンマ区切りだと、まあ、複数のファストキューファイルを指定できると。おそらく結果はミックスされてくるんじゃないかなと思います。リード1の、まあ、カンマ区切りでリード N までつけれます。でスペース区切りでリード2ですね。ペアードエンドだったら反対側です。スペース区切りでペアードエンドだったら指定します。で実際にトップハットコマンドを打ってみてください。はい、実際にこのコマンド、まあ、コピペだと思いますが打ってみてください。はい、で出てない。で実行しますと、まあ、画面がわーっと流れたと思いまして、おそらく数秒で結果が出たかなと思います。3秒、これ3秒とかってありますね、まあ、2、3秒とか、まあ、5秒以内に大体出ると思います。結果が打ったコマンドはどこからだかな、ここから始まってますね。はい、でビギニングトップハットランで
2013ですね。で、膨大は 2.2.4 ですねと。で、何やらいろいろファイルを読み込んで実行されていて、で、最終的に3秒後、4秒後に結果が出たと、こうなります。ここまで、行きましたでしょうか。行ってない方は遠慮なく手を挙げてください。 TA さんがいっぱいいますので、その間一番これ1000リード分でした。770何十リードでしたよね。で、公開データは950万リードでしたよね。つまり9500倍あるはずなんですよ。もし3秒で9500倍だとすると何秒だろう、すごい時間かかりますよね。3600秒で1時間ですよね、はい。なので単純に公開データをこれにかけると、マッピング、トップハットのマッピングだけで 2,3 時間はかかるはずです。 2,3 時間、まあ、酵母ゲノムサイズが小さいので3時間かかんないかもしれませんけれども、やっぱり ミニマム1時間を見ておいた方がいいと思います。普通のパソコンで Linux サーバーでやった場合でもですね、はい、やっぱり時間かかります。というのもトップハットのマッピングのアルゴリズムなんですが、まあ、トップハットの論文に書いてありますけれども、ウェブページも多分あると思うんですけれども、一回 RNA シグの結果をゲノムにマッピングします。普通にマッピングします。で、マッピングした後にマッピングされないリードが出てきます。それはエクソンとエクソンをまたいでる、エクソンジャンクションをまたいでるリードは後でマッピングされません。ミスマッチ数塩基しか許さないので。で、またいでるリードはマッピングされないので、それを分割マッピングします。5ダッシュ単側例えば30塩基と3ダッシュ単側30塩基分断してマッピングすると、そうすると片方側はエクソン1、もう片方側はエクソン2に当たるわけですよね。で、じゃあエクソン1と2のジャンクションだったんだね、このリードは、っていうことで、マッピングするわけです、はい。まあ、どこまでこうどこがこうブレイクポイントというかジャンクションになってるかまで伸ばしていって、当てます。で、それを最初にマッピングして当たらなかったものだけでもう一回分割マッピングをして、で、ジャンクションを決めるっていうことをやるので、時間がかかります。かつ、トップハットに遺伝子情報、エクソン情報を渡すことによって、おそらくですけどその計算がちょっと早くなります、はい。まあ、最初からどこがジャンクションだよって教えてあげることで考慮しやすくなりますよね、はい。そういうアルゴリズムになっています、トップハットは。で、出来上がったファイルを見ていただきたいんですが、プレフィックス、この 1KSR518891 っていうディレクトリを指定したので、LS になってますけど、まあいいや、LL でこのフォルダの中身を見ますと、今これトップハットが出したファイルたちなんですけども、アクセプテッドヒッツバムとアラインサマリーテキストとデリーションズベッドとインサーションベッドとジャンクションベッドと、プレプリーズインフォとアンマップとバムが出ました。はい、出ました。で、見ていきたいと思います。見ていきたいと思います。CDスライドの次ですね、レスコマンドで、アラインサマリーを見てみてください。文字通りサマリーが書かれてまして、735リードのうち、マップされたのは274リードだけでしたと。で、 8.824 は、マルチヒット、マルチアラインだったよと。で、まあ、3箇所以上マルチヒットしたのはゼロだったと。3箇所以上じゃないです、4箇所以上ですね、3箇所を超えてマーピングされたリードはゼロだったよと、という結果でした。で、マッピングレート 37.3% はちょっと低いですね、はい、低いです。まあ、間引いたデータっていうのもありますし、クリーニングもちゃんとはできてないのでこんなもんかなとは思いますが、はい、普通のデータでやると6割から7割ぐらい、いいと8割ぐらいまでいきます。私、そんなもんですか多分はい、
ぐらいだと思います。はい、お願いします。あの今クリーニングあんまりちゃんとやってないからこれぐらいだとおっしゃってましたけど、午前中にポリエ抜いたりとか、はい、はい、クリーニングやったんじゃないですか、はい、あれじゃ足りないとすれば何をするんでしょうか。あのポリ A 抜いたはずなのに A 実際いっぱい残ってましたよね。これ数少ないですよね。ポリ A の A 多分あんまりないんじゃないかと思うんですけど、はい、末端に T が残ってるやつも結構まだあったので、あの A だけでお試しにやりましたが T は除いてないですよね、まあ、本来 T の方が残ってるはずで、あの、まあ、クリーニングはプリンセックを使ってポリ A ポリ T テールを、まあ、ちゃんと除去するというのが、やるべきだなというのが一つでした。はい、でアダプター配列はなかったのでアダプターの除去はいらないと思うんですけれども、はい、でまあ、それをやってなおかつ、先頭の線リードだけ取ってきているので先頭の線リードのクオリティが低いっていう可能性は多々あるので、まあ、それでマップ率が低いんじゃないかなとは思っています。はい、じゃあ逆に実務的には先頭の線リードじゃなくて途中の線リードとかがいいんですか。結構それをやります。100万リード目から200万リード目までの100万リード分で我々はよくサブセット作ったりしてます。はい、ランダムは難しいので抜き出すのが、はい、ありがとうございます。はい、でランダムが難しいというのはペアの状態で、片方側のランダムを取ると何番目と何番目と何番目を抜き出したかを記憶しといてペアドエンドの反対側も同じ順番を抜き出さないとダメだからですね。はい、だからランダムで取るのは結構大変で、はい、真ん中ぐらいのリード100万本ぐらいがでサブセットを作ることが多いです。はい、あとはデモンストレーション用とかですともう一回バムまで作ってしまって19番染色体のリードだけ取り出すとかでファーストキュイをまた作り直すとかそういったことをやりますね。サムツールスで染色体番号を指定すると狙ったリードだけ抜き出せますのでサムツールスビューでクロモソーム19番っていうふうに設定して19番だけのバムを作ってでそれをバムトゥーファストキューで戻してあげると、19番染色体にマップされたものだけのファストキューファイルができるとそういうふうにしてサブセットを作る場合もあります。それは目的に応じてですね。生データから100万行とかですと どこにマップするかわからないの で結局デプスが薄まっちゃうんですよね。はい、それでいい場合もありますけど、はい、そんなことをやってます。はい、アラインサマリーマップ率を出てました。でトップハットのマッピングのアルゴリズム先ほどお伝えした通りですね、エクソン上に乗っかった丸々乗っかったリードはマッピングされるんですがエクソンジャンクションにまたがったリードはマッピングされないので断片化マッピングをして、やってるよっていうことが書いてあります。これはトップハットの、論文から引っ張ってきていると思います。このフィギュアはで、インデックス付けアクセプテッドヒッツバム、アンマップのバムは意味ないので見る必要ないので、マッピングされたアクセプテッドヒッツバムにインデックスつけてくださいサムツールスで。で IGV で見てみましょう。でトップハットの仕様で名前を指定するとフォルダができてその中に全部アクセプテッドヒッツバムという名前で同じ名前でファイルが出来上がります。はい、インデックス付けしてください、サムツールスでインデックスでで、このアクセプテッドヒッツバムを指定するとそうすると、まあ、一瞬でインデックスがつきましてドットバイができました。
あれ IGV がいなくなった。まさか。あれ IGV がいなくなったな。はい、RGV を起動していただいて、左上のゲノムはセレビシエですねを選んでいただいて、で、ファイル、ロードフロムファイルで今読んだバムを選んでください。アメリ F RNA シック 1K SR5188891 の中のアクセプテッドヒッツバムですねをオープンです。IGV を起動していただいて、左上のファイルから、セレクトファイルズから、今出したアクセプテッドヒッツバムを選んで、まあ、インデックス付けしてあれば大丈夫だと思うので、選んでオープンしてください。そうすると結果が出てまして、場所がですね、3番染色体の3コロン177350あたりを見てください。あの手元のスライドの33ページ目です。あら、ないな、ちょっとね、ピッピッ、あ、いたいた、はい、よ、はい、IGV でバムファイルを開くところまで行きましたでしょうか。で、場所が3番染色体の177350塩基面あたりを開いてみてください。そうすると177420塩基あたりの場所に塊が見えます。よよ、この周辺に、あ、ちょっといますね。でですね、今バムファイルをロードしていただきましたが、同じフォルダーにあるジャンクションベッド、これも読みんでみてください。ジャンクションベッド、これも読み込んでみてください。あのお手元の資料には書いてないんですが、ジャンクションベッドが何かどこに書かれてるのかな。
ジャンクションベッドに数字が入っているのはこの辺りか。2番染色体のこの位置ですね。はい、まあ、左側のスライドのお手元のスライドの例だとある程度リード数があって、あ、発現の RNA が張り付いたなというのが分かると思います。でジャンクションベッドを読み込ませますと、真ん中のスライド中央の、画面のスクリーンかそれじゃないスクリーンの、絵のようになるんですが、あれ、中央の絵のようになります。まあ、間引いたリードなので例としてはあまり良いとは言えないんですが、ここちょうど、エクソンの切れ目なんでしょうね。切れ目ですよね。発現の向きは、まあ、今回考えないのか。ここでちょん切れてて、分割マッピングの反対側はこの辺にあったらしいです。でこれが、ジャンクションベッドを、入れるとどこにこうジャンクションがあったか、絵が出ます。架け橋のような形で橋渡されて絵が出ます。でこれリード1本しかないので細い1本の線ですが、リードがたくさんあってデプスがあるとこれが分厚くなって橋の架け橋が分厚くなります。で定量性が見えます。なのでエクソン1から2のこの端ジャンクションが見えた上に1から3に飛ぶジャンクションが見えたりもします。生データで見るとですね。そうするとスプライスバリエーションがある、スプライシングのバリエーションがあるなというのが見えたりします。この例はリード1本なのでそういうものはないんですけども、大量の生データを使えばそれが見えたりもします。ジャンクションベッドを IGV に入れるとこういうどこがジャンクションだったか、橋がかかって分かると。で、バムファイルの方もリードが分割されたよっていう意味のこの線が引っ張られます。こんな感じですかね、はい、これぐらいの縮尺だとピンとくるかもしれませんね。はい、でもしかしたら、まあ、間違いのデータかもしれませんが、ここにもしかしたら1個エクソンがあるんじゃないかなっていう示唆がありますよね。ここにもしかしたら1個エクソンが隠れてるんじゃないかなっていうことを示唆しています。はい、新規のエクソンかもしれない、まあ偽陽性かもしれませんけど、これはデプスを稼がないと当然わからないので全体データで見てみないとあれですけども、でこれがジャンクションベッドの説明で、お手元の資料には3番染色体の177、まあ、400ぐらいの場所、177400ぐらいの場所がありまして、左側のスライドのリードの本数と今ここで出てるリードの本数が結構違いますよね。でこれはクリーニングした成果だと思います。左側は3ダッシュタンのクリーニングはそこまでがっつりやらなくて、5ダッシュタンのトリミングも1塩基しかやってなかったと思います。これをかなり厳しめにクリーニングとトリミングを私が手作業でやった時にはやりました。手元の資料のよりはですね。そうすると、まあ、このデリーションばっかりのこのリードの評価は
ちょっと考えなきゃいけないかもしれませんが、まあ、本数はこっち左側の 1,2,3 本よりは 1,2,3、まあ、4,5,6 ぐらいまでは出てるので、まあ救えたんじゃないかなと思います。ちゃんとマッピングさせてあげられたんじゃないかなと思います。はい、まあ、これを見ただけでもやはりクリーニングの重要性はあるかなと。やりすぎるとあの偽陽性拾っちゃうんですけど、ある程度はクリーニングはやっぱりある程度っていうか、まあ普通にクリーニングをかけた方がいいだろうなと思います。あのなぜこの位置に出たんだろうというツッコミはまあさておきですね。はい、あの遺伝子はここにあるはずなので、遺伝子はもうちょっと三大種側にあるはずなので、なぜちょっと上流に出ちゃったんだろうっていうのは不思議ですが、ここまでよろしいでしょうか。BAM ファイルとジャンクションベッド IGV に読み込みできましたでしょうか。できてないなという方、はい、TA さんお手伝いお願いします。あ、できてない方遠慮なく手を挙げてください。 TA さん数名いらっしゃいますのでお願いします。はい、あの BAM ファイルの読み込みとベッドファイルの、まあ、まずはトップハットでの生成とIGV での読み込み、うまくいけてない方は遠慮なく手を挙げてください。あ、はい、少々お待ちください。 TA さんお願いします。で、あのすでに無事にいってる方は、まあ、IGV でグリグリやって見ていただいてもいいですし、あの次のスライド FPKM と RPKM の違いなんかをこうに思いを馳せていただいてもいいですし、はい、はい、質問大丈夫です。拡声器ありますか。はい、直接聞いちゃいましょうか。はい、あ、質問こちら。はい、あす、よく、こういう場合にファイルを作るとアセットヒッツバムっていうふうにこうアクセット、はい、ヒッツバムという名前がバムっていうのを目にするんですけど、この名前に特に意味っていうのはあるでしょうか。何なんでしょうね。あまり、まあ、トップハットの著者に聞くしかないかもしれませんけれども、あのまあ、アンマップドの BAM もあるので、まあ、マップド BAM っていう名前でもよかったのかもしれませんが、何なんでしょうね、アクセプテッドヒッツ、うん、多分昔からこの名前使ってて 今更変えられなかったんじゃないですか。、はい、というのはやはりパイプラインを組んでいると、そのファイル名を認識して、あの我々の場合、我々のプログラムですと、そのアクセプテッドヒッツ BAM っていう名前をあのサンプル名に置き換えるっていう処理を入れてるんですけども、アクセプテヒッツっていうバムっていう名前を変えられちゃうと、マップドとかに変えられちゃうと、そのプログラムエラーで止まっちゃいますよね。なのでそういう過去の歴史上変えられなかったっていうことじゃないかなって思います。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、 IT 業界って過去のしがらみといいますか、変えたくてももうこれで通っちゃってるので変えられないってこと多いですよね。でも大丈夫ですよ。目の方がデフォルトですよね。すみません、あの真ん中のこう点々の線は何ですか。あ、
これは IGV の仕様で、あの画面の真ん中がに出るという、あこういうふうにあの横スライドするとここが真ん中だよっていうメモリみたいな、あの照準みたいなもんですね。次の、まあ、実作業ではないんですが、ポイントとしまして発言量の定量の話をしたいと思います。まあ、この後カフリンクスで定量するんですけれども、リードの本数が発言量だっていうのは、まあ、ある程度正しいんですが、じゃあ100万リード読んだ場合と1億リード読んだ場合で絶対量は当然違うので、何か標準化ノーマライズする仕組みが必要ですよねと。マイクロアレイの時はともう分かってると思うんですけども、マイクロアレイでもノーマライズが必要だったと思います。傾向強度で発現量の大きさを見てそれを相対的に比較するので、ノーマライズが必要だったと思います。マイクロアレイはで RNA-seq の場合はまあ、リアルに何本あったかって数えられるので、だったら全体のリード数とかで割り算したらいいんじゃないかなと。100万本取れたうちの10本だったら何パーセントとか、その1億本取れたうちの何本だったかみたいな形で全体のリード数で割り算すると、まあノーマライズできそうだなっていうのが分かると思います。で、遺伝子 A と遺伝子 B、 ジーン A とジーン B があったときに、ジーン A が長い遺伝子でジーン B が短い遺伝子だった場合に、その遺伝子に何本張り付いたかって単純に計算しちゃうと長い遺伝子の方が本数多いに決まっているので、これもおかしくなっちゃうので、遺伝子の長さでまた割り算してあげるとノーマライズできるんじゃないかなということが、まあ想像がつくと思います。で、この考え方を使って発現量としてよく使われる指標が、RPKM という指標と FPKM という指標です。でトップハットカフリンクスの流れのカフリンクスは FPKM を算出します、フラグメンツパーキロベースオブエクソン、要はエクソンの長さをで割り算していると。で、まあ、100万で割って、でマップとフラグ、ミリオンマップとフラグメントで割っていると、はい、100万で割っているとマップされたリードで割っていると、はい、で RPKM はあのエクソンの情報を使ってないですね、はい、リードパーキロベースパーミリオンで、これはペアードエンドのリード単位だからのようです。考え方はちょっと違いますね。で、まあ、どっちでやってもあの FPKM と RPKM の差を検定しても意味がないですけれども、まあ、FPKM 同士とか RPKM 同士であれば当然比較できるので、まあ、どちらかに統一した方がいいと思います。でカフリンクスは FPKM ですが RPKM を出すソフトも多々あります。 R でそういうソフトもありますし、はい、いろいろあります。まあ、計算式が書いてある通りなんですが、こういったことをやります。でカフリンクスを使っていただきたいと思います。でまずカフリンクス
これもいきなりコマンドポチッと打ってみてください。そうするとマニュアルがワッとヘルプがワッと出ます。カフリンクスをというコマンドを打っていただくと、ヘルプがワッと出まして、バージョン 2.2.1 って書いてありますね。でカフリンクスのホームページ見ますと、2014年の5月に公開されている 2.2.1 が、一応基本は最新版のようですね。ただ GitHub に移行したって書いてありますね。このホームページ見ますと、はい、カフリンクス has moved to GitHub ってありますね。で、GitHub に移行したのが12月ぐらいって書いてあったかな。はい、12月ですね。はい。はい。そうですね、結構前ですね。はい、GitHub の最新版、まあ普通に手に入るものは 2.2.1 のようです。これでいいのかなと思います。 GitHub ってやりました？やってる。大丈夫と。はい、カフリンクスの使い方、ユーセージがここにありますが、カフリンクス、オプション、その必須、まあサムでもバムでもいいんですけど、アクセプテッド必須バムと。で、やります。で、O はまあアウトプットですね。で、P がナンバーオブスレッズって書いてありますね。マルチコアのコンピューターをお持ちであれば、ここを増やしていくと。で、GTF、遺伝子の、基地の遺伝子情報をつけてあげると。はい。Use Reference Annotation to Guide ですね。はい。To Guide Assembly って書いてありますね。でまあ、これぐらいかなと思います。いくつかオプションはありますけれども。はい、で、実際にカフリンクスを実行してみてください。実行は、この 1K ホニャララの1個上のフォルダーで、RNAseq っていうフォルダーの中でやってください。 EWD で、はい、RNAseq というフォルダーの中でコピペですねしてください。で、オプションがミニマムフラグ、フラグス、パー、トランス、フラグ、2本以上のリードがないとそれは転写発現してるよって思わないということですね、はい、
2リード以上あれば発現したと認識するよと、1本たまたま張り付いた場所はあのトランスクリプトームがあったとは言わないと。ポチッとやりますと、わーっと。画面が流れたかなと。カフリンクス実行できましたでしょうか。できましたら、このアウトプットフォルダーの中身を見てみてください。この14時23分にできたものが、結果ですね、はい、ジーンズ FPKM トラッキングとアイソフォーム FPKM トラッキングとスキップド GTF とトランスクリプト GTF ですね、はい、で、あのカフリンクスの、初期値はミニマムフラッグパートランスフラッグのオプションは、初期値10になってますね。10リード以上ないとあの転写産物として認識しないよっていうのが初期値ですが、まあ、今回間引いてるので2にしてると、そういう形です。普通は10ぐらいですね。で、出てきた結果、中身見てみます。ここまで来てない方いらっしゃいますか？カフリンクスがうまく走らなかったという方いらっしゃいますか？遠慮なく手を挙げてくださいね。はい。で、レスコマンドでこのジーンズ FPKM トラッキングの中身を見てみます。はい、レスコマンドで見てみてください。このエクセルで見ると綺麗に見えるんですけれども、エクセルで見ると綺麗に見えるんですけれども、はい、ちょっと見にくいんですが、
このトラッキング ID とか、まあ、クラスコード、ニアレストレフ ID、ジーン ID っていう1、2、3、4列目、これですね、caf.h って書いてあります。234と言います。これがちゃんと GTF ファイルを、遺伝子定義ファイルを指定すると、基地の、遺伝子名が出ます、ちゃんと。今回入れてないので、通し番号ですね。になっちゃってますが、ちゃんと GTF ファイル、遺伝子情報ファイルを大文字 G オプションで指定してあげると、ここに遺伝子名がちゃんと入ります。新規遺伝子産物は CAF1 みたいになりますけど、基地の遺伝子だったら基地の遺伝子の名前が入ります。この GeneID のところがですね。で、場所で。で、FPKM があって。はい。で、FPKM ステータス、OK とあると。はい。すいません、ちょっと遺伝子情報のことで少し混乱してるんですけど、はい、ですね、トップハートやった時に、遺伝子情報は使ってて、はい、それでそこに、3番目の染色体3のどこからどこまでとかいう情報があって、はい、で、FPKM 出す時には遺伝子や、まあ、エクソンの情報は必要ですよね。ということは、はい、その、パッとやった時の情報を使って計算してるっていうことでよろしいんでしょうか。はい、トップハットで使ったのはジャンクションをのマッピングを考慮するためだったと思います。で、カフリンクスで GTF ファイルを指定するとまあ入ると言いましたが、今回指定しなかったわけです。で、指定していないのに FPKM が算出されています。で、これなぜかと言いますと、読めたリードの場所がもう遺伝子があるものだとみなしちゃってます。はい、もうリードがあれば、あ、ここ遺伝子だねっていうふうにみなしてしまって、で、その中から計算していっているという形です。なので、はい、分かりました。はい、ありがとうございます。はい、なので正しい FPKM ではないと思います。そういう意味では、はい、オプションを指定としては2リード以上っていうこと。はい、2リード以上ですね。はい、はい、必ずその今カフ1からカフ29まであったと思うんですけど、それはもう必ずなんていうか2リード分以上がある領域がどっかにあるというようなものに限られているということですね。はい、そうです。2リード以上はある場所だけですね。はい、で、この場所に見覚えあると思います。3番セクション177379、最初に見た場所ですよね。3番染色体の177400あたりに6本ぐらいありましたよね。あの場所です。で、FPKM の値が10の7乗のオーダーになってます。当然ありえなくて、普通 FPKM の値って、まあ、0. いくつとか1とか10とか、まあ、100とか、まあ、1000とかも時々ありますけど、まあ、それぐらいが相場なんですが、10の7乗って1000万ですよね。なかなかこういうのはないです。これはエクソン情報を正しく渡してないので、狭い範囲で計算しちゃってるからなんですね。はい、だからこの数字自体には信頼性はないです。ちゃんと GTF ファイルを指定してあげないといけないですし、まあデモンストレーションだったので、まあ、こういうふうにやれば動くという例です。で、でですね、応用編としまして、今回ここではご紹介するだけになるんですけれども、応用編としましてカフマージとカフディフをご紹介したいと思います。Google 先生に聞いていただくと、カフマージで検索していただくとすぐ出るとは思うんですけれども、新規転写産物を見つけたい場合も多々あると思います。で、RNA-seq1 サンプルだけでやるってことはほぼないと思います。まあ、絶対に比較だと思うので2サンプル、極力 N3 にすると、まあ、3 vs 3で6サンプルですよね。
にやると思います。なので複数サンプルで RNA-seq を回すのが、まあ、普通だろうと。であるサンプルでは出てるけどあるサンプルでは発現が出ていないという場所は当然あるわけです。まあ、ケースとコントロールだったら当然その差はあると思います。でその例えば6サンプルだったら6サンプル全部の結果を1回束ねます。1回束ねてどのポジションにとにかく1本以上、まあ、10本でいいんですけど何本か以上リードがあるなんか発現してるっぽいっていう場所のコレクションを1回作ります。でコレクションを作った上で実際の遺伝子情報と比較してあここ新規っぽいとかあここは基地だっていうのをコレクションを作ります。でコレクションを作った後に、発現量を出したり、まあ、複数サンプル間比較をしたりします。それが、まあ、比較的一般的な流れです。今回はいきなり FPGM を算出してそれで以上ですけれども実際の実務的には当然比較解析をしたいはずなので比較上はまず全サンプルを束ねてコンセンサスな発現ポジションを特定します。それがカフマージというコマンドですね。カフマージというコマンドで、統合します。で統合の仕方なんですがカフマージというコマンド、まあ、ヘルプや Google 先生に聞いていただくと分かりますが、まあ、アウトプットはフォルダ名ですコンペアというフォルダにしてます。で G は遺伝子の情報ですねジーンズ GTF で S はゲノムファイルでトランスクリプト .ggf.txt っていうファイルに GTF ファイルを書き込みます。各サンプルごとの GTF ファイルです。でこの各サンプルごとの GTF ってどこから持ってくるのって思われた方は先ほどの結果を思い出していただきたいんですがさっきカフリンクス回したときにここにトランスクリプト GTF って出ましたよね。トランスクリプト GTF これがこのサンプルの、発現されていた場所情報です。これ中身見ると分かるんですが例のデプスが2本以上あるポジション情報が書かれてます。まあ、今見ましょうか。トランスクリプト .gtf というファイルがあって、カフリンクスを回すと出てきたファイルですね。そうすると3番染色体のどこからどこまでだよっていう情報がザーッと、まあ、名前 ID と一緒にザーッとあるわけです。はい、で遺伝子情報もちゃんと入れて、まあ、もうちゃんとしたリード数があるとエクソン情報エクソンナンバーとかも1とか2とか3とかこういうふうに情報が入ります。ちゃんとこうすることによって、このファイルが、各サンプルごとに出来上がってますので6サンプルやったら6サンプル分の、このトランスクリプト .gtf が出来上がると思います。ケース3サンプルコントロール3サンプルであれば6サンプル分のトランスクリプト .gtf が出ているはずなので各サンプルごとのフォルダーにそれらを1回束ねます。束ねるコマンドがカフマージでカフマージで、まあ、元の遺伝子の GTF も入れますし G オプションでゲノムも入れますしでこのファイルを書いてでこのファイルの中身にどこのフォルダにある、まあ、各サングループ1これは 2vs2 でやってますねグループ1、2で S1、S2、S3、S4 で、2軍間 N2 でやってる例ですけれどもこういうふうに書いておくとでポチッとやると、カフマージされた結果がこのコンペアっていうフォルダの中に出てきます。ドカンと出てきますね。これがコンセンサスの発現の結果となります。で、まあ、これだと4サンプル分の発現した場所発現した領域情報がザーッと出てくると。で次に、まあ、一個一個のサンプルの発現量は当然必要ですけれども比較する、まあ、差を見るのでカフリフっていう名前になってるんですけれども
カフディフっていうコマンドも走らせます。こうすると、2軍間比較をして、発言量が片グループ1では上がってグループ2では下がるとか、まあ、その逆とか、それを T 検定をしてピーチが出ます。 FDR 補正をかけた Q 値も出ますので、まあ、統計的優位な、10のマイナス何乗の、まあ、5% とか 1% とか 0.1% とかでピーチを切って、ターゲット遺伝子を釣ってくるということをやるんですが、まあ、カフリフで O は同じで L が、ラベルの略です。あ、ここミスタイプです、すみません。ここスペース入っちゃってますが、スペース入れちゃダメです。スペース入れずに実行してください。お手元の資料ではここにスペース入っちゃってますが、スペース入れると動きません。これはあの2グループあるので、グループ1、2、ラベルです。スペースを入れちゃうと引数として認識されちゃうので、スペース入れちゃダメなんです。 L っていうオプションはグループ1カンマグループ2っていう、グループ1と2があるよっていう意味なので、あのここスペースが入っているのですが、このスペースは間違いです、除外してください。で、あの次の、カンマの後のスペースも同じくミスタイプです。ここスペースいりません。文法を見ていきますね。あのカフリフっていうコマンドを打てばユーセージ出ますけれども、まあ、O のオプションと L はラベルオプションで遺伝子 GTF を、まあ、こっちのと一緒ですね、入れまして、次に、グループ1の BAM ファイルを羅列します。グループ1の BAM ファイルを羅列します。この場合は N2 なので2サンプル分なので、2サンプル分グループ1の S1 のアクセプテッドヒッツバムを書いて、カンマでスペースなしで、ここスペースなしでグループ1の S2 のアクセプテッドヒッツバムを書きます。そうするともう文字列としてスペースを含まない文字列としてつながりますよね。つながるので、これがグループ1のサンプルたちです。これを 2個ファイル指定しましたが、3つ4つ100個1万いくらでもいけます。カンマ区切りでスペースを含まなければいくらでもいけます。グループ1がこれで、ここはこの後ろはスペースあります。グループ1のバムを書いた後はスペースが入って、次グループ2のアクセプテッドヒッツバムがカンマ区切りでスペースなしで、ここはスペースなしでカンマ区切りで書かれます。これも、サンプル別に2でも3でも4でも10でも100でもいきます、動きます。え、じゃあ3グループ間の比較できないのって素朴な疑問出ますよね。できます。3グループ間4グループ間全部できます。あのグループ1、2、3、4っていうふうに増やすことはできます。まあ、2グループ間の方が解析はしやすいですけれども、はい、3グループ間をまずやってみてっていうのはできると思います。はい、というふうに書いて、で出てきた結果が、カフディフの結果ファイルとして、FEKM が出ますし、P 値 Q 値ユーサーの検定の結果が出ると。方はもうそういうふうに書くっていうルールがある。いえ、自由です。これもケースコントロールっていう名前でもいいです。はい、ビフォーアフターでもいいですね。これ何でも大丈夫です。はい、ここまでの流れ上、名前をアクセプトヒッツバムの前にはサンプル名を付けてたと思います。 1K の SRR ホニャララっていうふうに、はい、その便宜上こうフォルダーで分けて、かつサンプルもフォルダーで分けないと同じ名前で出ちゃうんで、アクセプテッドヒッツバムっていうふうに、はい、なのであえてこうしています。で、おさらいしますと、おさらいというか、まあ、まとめ、これじゃダメですね、ちょっとね。はい、これはまあ、便宜上パスなしで書いてありますが、パスがそこに入ってたらということ、はい、ちゃんとパスを指定してある場所を指定してあげてくださいという意味ですね。だから同じディレクトリの中にそのベノンカスタも入ってるし、DKM も入ってるしという状況でやる。状況だったらこういう書き方ですね。で、実際にはこのゲノムフォアはデスクトップアメリフのセルビッシュのホールのホンチャラだったんですよね。書いてくださいと。あれ、はい。
でこのジーンズ GTF ですけれども、あの手に入れ方がですね、先ほどここに何だっけ、インデックス&アノテーションダウンロードってありまして、これを落とすと中に入ってたとは思います、入ってたとは思います。であの文章を見ると、あ、ごめんなさい、表示しなかった、トップハットのホームページの右上に、トップハットのホームページの右上にインデックス&アノテーションダウンロードってありますよね。ここをポチッとやって、まあホモサピエンスのビルド 37.2 とかを、まあ UCSC の119とかを使えばいいと思うんですが、ビルド38ないんですよね。まあいいや。で、この説明書きに、GTF はちゃんとあるよって書いてありますね。はい、なんで、それこれを落とせば、なんか入ってます。GTF ファイルが。なので、このモデル生物を使う場合には、まあ問題ないかな。で、i ゲノムプロジェクトのお話が書いてありますね。はい、でですね、あの UCSC の UCSC、まあ、ゲノムブラウザーUCSC のこのダウンロードゲノムデータのところに、まあモデル生物であれば、例えばヒューマンであれば、情報があるわけですよね。フルデータセットの中にですね、ジーンズ GTF はないのかな、ここにはないのかな、TRBST アナリシスセット、あるもある生物種、ない生物種があるんですよね、この UCSC は。 TRF は違いますね。メッセンジャーレーンのパスタファイル、あ、レフ、あ、ないですね。パスタファイルだけですね、ここにあるのは。データセットバイクロムソムじゃないです、アノテーションデータベース、こっちか、こっちにですね、ジーン、はい。確か、有志、あ、ちょっと字ちっちゃすぎますかね。レフセック、レフジーンか。これかな。UCSC の場合ですと、このレフジーンドットテキストが、同じ内容のファイルだったと思います。あ、ちょっと確認が必要かもしれません。あの i ゲノムスのファイルを落とすのが一番手っ取り早いです。それが一番正しいです。で、UCSC のダウンロードサイトにもあったりしますし、なんだっけ、タブブラウザー、 UCSC ゲノムブラウザーの、トップ、これトップページですね。 UCSC ゲノムブラウザーのトップページの左側にタブブラウザーってあります。タブブラウザーってあります。このタブブラウザーをチェックすると、まあ生物種を選べて、ヒューマンならヒューマンですよね。で、ノウンジーンで、アウトプットフォーマットを GTF っていうふうにできます。アウトプットフォーマットを GTF にして、まあ、テキスト区切りで、タブ区切りか、タブ区切りでアウトプットファイルを出すと、その生物種の GTF ファイルが手に入ります。ので、ファイルとしてなくても、ここで作れます。各生物種の遺伝子 GTF ファイルは。ジーントランスファーフォーマットっていうんですね、GTF は。作れるので、まあ、UCSC に載ってない生物種、探す方が大変で、例えばインセクト、のメラノガスターとか、全然名前わからない、ビリリスまでありますね、あの黒小錠梅ですね、はい、とかドロスフィラばっかりか、はい、はい、いろいろありますね。
鳥とか、はい、いろんな生物種があります。まん丸でもかなりいろんな生物種がありますね、はい、の GTF ファイルは作れます。で、作っていただきたいんですが、ここで作られる GTF は実は完璧ではありません。完璧ではありません。もう一回言いますね。 UCSC ゲノムブラウザーのタブブラウザーっていうメニューが左側にあって、タブブラウザーで、遺伝子 GTF ファイルは作れます。ここで GTF を選べば、あ、ちなみにリピートマスカーの結果とかも作れますよ。ここでレフジーンじゃなくて、ここにリピートマスクの情報みたいな感じで選んで、エクスポート、タブクリエクスポートみたいなのすれば、あ、これか、グループが、なんだっけな、リピーツとかにして、で、リピートマスカーの結果を、ベッドファイルで出すみたいな感じですね。こういうふうにテーブルブラ、テーブルブラウザを使えば、まあ、こういうアノテーション的な情報は結構いろいろ作れます。ので、試行錯誤してみていただきたいと思います。自分が必要なファイルは。で、まあ、話それましたけども、ここで作った GTF ファイルは、実は、ここの注意書きにもあるんですけれども、アノテーション情報、遺伝子名のアノテーション情報はですね、正しくないんですね。正しくないです。遺伝子名が入るはずなのに、NM ナンバーが入ってたりとかして、正しくない情報が生成されます。で、これもしょうがないんですけれども、なので、ここで公開されている iGenomes で公開されているファイルは、GTF ファイルは、ちゃんと TSSID の列に、とか PID の列に、ちゃんと遺伝子名とかが正しく入った GTF ファイルになってます。ので、iGenomes で公開されている限りにおいては、iGenomes で公開されている生物種に関しては、その GTF ファイルを使った方が正しい結果が得られます。以前我々も、UCSC でテーブルブラウザーで GTF ファイル作って解析してたんですが、遺伝子名の列が毎回間違っていて、毎回パールスクリプトとか書いて変換してたんですね、正しい情報に。で、iGenomes ってあるよっていうのを誰かから聞いたんですね。イルミナーの方かだったか誰かから聞いて、使ったら、お、ちゃんと正しい情報が埋まってるじゃんってことになったので、もうずっと iGenomes を使っています。我々も。まあ、生物種が存在すればですね。で、まあ、大体ヒューマンとかマウスとかアラビドとかが多いので、まあ、大体困ってないですね。はい。なので、iGenomes に存在する生物種については、ほぼ他は選択の余地なく iGenomes のデータを使ってください。で、ない場合は仕方がないです。 UCSC で GTF を作れると本当に対応する生物種はすごくいっぱいあるので、これで大体のことはできるかなと思います。はい、私の方からは、以上になりますが、何かご質問とコメントとありますでしょうか。はい、お願いします。ちょっとアドバンスの内容かもしれないんですけど、はい、今日の本編で説明があったカスタアダプトを、はい、今インストールしてみたんですが、はい、でそれは加藤先生 の乳酸菌の4回目の資料にインストールの方法が書いてあるので、それに習ったんですけれども、トゥードゥでアプトゲットのコマンドでインストールで、その後ろに Python PID をまずリプ入れてっていう順序になるんですが、質問内容、このアプトゲットはどのサーバーをサーチしていることになるんですか。私 Ubuntu 系はよく知らないんですけれども、確かなんか設定できますよね、どこのサーバーをどこのサーバーを指定するか、レポジトリの指定みたいな感じなんですが、まあ、Google 先生君が一番いいと思いますが、オプトゲットでバイオツールスみたいな検索すると指定があるかなと思います、まあ、じゃあその指定のあるところに、まあ、ダブルゲットの時はまあ、直接ですね、はい、この場合はもうなんか中に登録されてるそこのサーバーをサーチしてみたいな、はい、見ているんだと思います。はい、で、まあ、我々は CentOS という OS をよく使いますけれども、レッドハット系の。それも、まあ、一般的なレポジトリ、ダウンロードサイトには、バイオ系のツールは当然ないので、バイオ系の人たちが用意しているレポジトリサーバーがあって、それを指定してやってます。
結構理系の中とかにあったりしますので。他ありますか。またコメントなんですけど、先ほど、マップレートが悪いんじゃないかというお話が質問があったと思いますけれど、もちろんそのインフォマティクス以降の要因でそういうことがあるということはあるのかもしれないですけど、まあ、我々がよく経験するのはですね、コンタミネーションですね。だからそれはもうそのシーケンスを読む前のことですね。例えばある魚種でその制御から我々筋肉を取ってきて DNA を取った場合とかのマップをしたら、例えば 98% ぐらいマップされるんですけど、例えば稚魚から取ると 70% ぐらいに起こったりとか、おそらくでなんでこんな弱いんだろうと思ったら結構バクテリアが入ってたりとかそういうことがあるんで、まあ一応マップされる前にですね、その自分の読んだシーケンスがどういうものかっていうのを、例えば線とかでもブラストかけてみて、コンタミが悪くないかとかそういうこともチェックされたらいいんじゃないかなと思います。うん、はい、ありがとうございます。よくキャリーオーバー問題というのありますよね。別の何か生物種が入り込んでるとかね、うん、あとはそのイルミナの実験機器 の, ところに前にやったサンプルが残ってるっていう、うん、そういう話ですけど、あれが違うことですね。うん、他ありますでしょうか。山口先生もう帰りますよはい、よろしいですかね。もう多分ヘロヘロだと思います、はい、じゃあ山口先生は2.5 日、はい、まあ実質3日丸々って言っていいぐらいですかね。初日のアセンブルの無理無理やりやってもらったところからすごい大変だったと思いますけど、西行くと RNA 行くということで非常に幅広くやっていただきました。アミリンさんには服部先生で、ね、先週もやっていただきまして、非常に今回の NJ 三蔵講習会でも多大な貢献をしていただいております。ありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you.